体重とか気にしないで食べまくってやるんだから。分かったにゃ。宮川ちゃん、大盛りパスタ一皿にゃ。おいエール、いつになったら来やがる。ふにゃー、今忙しいにゃ。ちょっと待つにゃ。クロエ、こっち手伝うにゃ。にゃーも忙しいにゃ。というか先に片付けしないと回らんにゃ。じゃあミアの手伝いしながら片付けるにゃ。ミアの体は一つにゃ。喧嘩してる暇あったら手を動かせ、バカ猫に引け。ミアお母さんにどやされるよ。ふにゃにしても確かに今日は忙しいですね。うん、さすがにこのお客様の数だと人手が足りないかも。そうにゃ、店員を増やせばいいにゃ。賛成にゃ。ミャーたちがこき使える新しいバイトを雇うにゃ。それこそ無理難題でしょう。急にこんな激務の酒場で働こうとする人など、よっぽどお金に困ってるか底なしのお人よしとかでもないと。にゃ、超ド級のお人よし、その手があったか。ふにゃ、うわー、くしゃ。どうしたベル、風邪か。そういうのじゃないと思うんだけど、なんか一瞬ゾクッとして。誰か噂でもしてるんじゃないか。お前もすっかり有名人だしな。とにかく装備品はこれで全部だな。明日中には整備も終わると思う。うん、いつもありがとうデルフ。俺はそのためにここにいるんだ。礼を言われるようなことじゃない。じゃあ明日はダンジョン探索にも行けそうにないし、各自お休みにしようか。あ、でしたらリリはお手伝いに行ってきても良いですか。お世話になっていたノームのおじいさんが腰をやってしまって困っていたので。おお、それなら行く前に僕のアルバイト先に寄ってくれれば手土産のじゃがまるくんも用意できるぜ。お願いします。休暇か。どうかなさいましたか、ベル様。いえ、ベルフやリリー、神様と違って僕はやることが。あ、春姫さんと美琴さん、明日の家事当番ですよね。僕も手伝います。ご好意は大変ありがたいですが、それは自分と春姫殿の役目。ベル殿はせっかくの機会ですし、体をしっかり休めてください。ええ、最近は過酷なダンジョン探索が続いて疲れも溜まっているでしょうし。なんだ、休みの過ごし方が浮かばないのか。うん、こういう時にやることって思いつかなくて。まあ休むのが一番なんだかな。手持ち無沙汰ならとりあえず街でもぶらついてきたらどうだ。え、外の空気を吸って頭を切り替えれば少し休もうって気になるかもしれないからな。ああ、そうしてみようかな。気持ちのいい天気。さあ急いで開店準備をしましょうか。あれ、アーニャとクロエは。もしかしてまた懲りずにサボり。何やらいいことひらめいたにゃなどと口走り飛び出ていきましたが、
それ大丈夫？またろくでもないことでもしなきゃいいんだけど。本当に良かったのかな。みんな働いてるのに僕だけ。なんなのあんた、ダンジョン探索がない日はいつも家でぐーたら酒ばっか飲んで。え、何カリカリしてやがる。俺の稼ぎで何しようが勝手じゃねえか。そうだね、あんたら冒険者はいつだって勝手さ。自分勝手に冒険して、勝手に無駄遣いして、勝手に酔っ払って。冒険してない冒険者なんか、金を浪費するだけの粗大ゴミ以下、社会のクズだね。社会の、悔しかったら仕事の一つでもこなしてみな。ダンジョン以外に何もできない脳なしのゴキ潰しが。ダンジョン以外、ひょっとして僕も見つけたにゃ、白髪頭。ちょっと耳寄りな話があるにゃ。少年だけに教えてやるにゃ。耳の穴かっぽじってよく聞くにゃ。アーニャさん、クロエさん。少年にはミャーたちの仕事を手伝わせてやるにゃ。神様たちが言うブラックだけど、白髪頭にはぴったりな仕事にゃ。感謝しろにゃ。え、アーニャさんたちの仕事って酒場の？安心しろにゃ、仕事はミャーたちがしっかり教えてやるにゃ。そうにゃ、少年はただ身を任せるだけでいいにゃ。天井のシミを数えてる間に終わるにゃ。王朝の女主人、冒険してない冒険者なんか、金を浪費するだけの粗大ゴミ以下、社会のクズだね。やります、その仕事ぜひやらせてください。ええ、どういうことにゃ。白髪頭が嫌がるのを無理やり連れてくはずだったにゃ。わからないにゃ、けどこれは千載一遇のチャンスにゃ。少年の気が変わらないうちに連行にゃ。生贄捕まえたにゃ。え、ちょ、生贄って。聞き間違いにゃ、さっさと来いにゃ。しょう。さ、少年、そこに座るにゃ。はい。あれ、ベルさん、今日はお弁当いらないって。あ、シルさん、あ、探索は休みだったんですけど、散歩してたらアーニャさんたちに。白髪頭はうちでアルバイトすることになったにゃ。え、バカ猫どもに無理やり連れてこられたの？あ、いえ、無理やりといえば無理やりですけど、冒険者以外の仕事には興味があるっていうか。ベルさんさえ良ければここで働いてもらうのは嬉しいかも。実はここ数日お店は猫の手さえ借りたい状態でして。そもそもその猫どもがサボりまくるんだけどね。もしベルさんが興味あるなら今日だけでも大歓迎です。ぜひお願いします。やったにゃ、これで白髪頭は一日店員にゃ。何の騒ぎだい。ミヤカちゃん、なるほどね。どうかな、ミヤお母さん。坊主、
あんたは何ができる？え？ただでさえ忙しいんだ。手取り足取り教えてる暇なんてないよ。僕は、その…そうだ、働かせてもらうっていうなら何か役に立つことができないと。でも、何が僕にできることなんて、そんな…落ち着いてください、クラネルさん。そうだ、ベルさんは料理はしますか？ファミリアで当番の時に作ることはあります。ミコトさんみたいに本格的なものは作れないですけど。なら、そいつを見せてもらおうかね。この雑に野菜とお魚を炒めたのとかいけるにゃ。本当だ、こっちのキノコのスープも悪くないよ。この味、一朝一夕にたどり着けるものではないように思いますが。ベルさん、オラリオに来る前もお料理はよくしてたんですか？はい、故郷の田舎でおじいちゃんと二人暮らしだったので、いつしか僕も食事を作るようになって。いいこと聞きました。でしたら、もし結婚したら一緒に家事もできますね。ベルさん、イメージしてください。例えば私と一緒に並んで台所に立っているところ。シルさんと？これは些細な会話から少年との距離を詰めようとするシルのトラップ。危ないにゃ。このままではミャーの少年のお尻がシルの毒牙に。クロエ、くにゃ。厨房の手伝いくらいは任せられそうだね。ありがとうございます。それじゃあ僕、こちらでアルバイト。ちょっと待つにゃ、意義ありだにゃ。白髪頭が厨房とか絶対ダメにゃ。おりえにゃ。どうして？そうにゃ、少年が厨房担当なんてミャーの目の黒いうちは許さないにゃ。何を言ってるんです、あなたたちは。ミャーたちが少年を連れてきたのは少年に適した仕事を与えるため。決して厨房の仕事のためじゃないのにゃ。ここは北条の女主人にゃ。オスの作ったものを出すなんてとんでもないにゃ。そうなんですか。じゃあなんで男の従業員を連れてきたのさ。言っていることがめちゃくちゃです。あれほどの腕前があるならその技術を生かすべきでしょ。それは、にゃー、ちょっとアーニャ、作戦会議だにゃ。こっち来るにゃ。どうするにゃ。このままじゃ白髪頭は厨房行きにゃ。にゃーたち楽できんにゃ。なんとしても少年に接客の仕事をやらせるにゃ。そのためなら手段は問わないにゃ。でも宮川ちゃん、料理させる気満々だし。二人とも面白いこと話してるね。ふにゃー。宮に気配を悟らせず近寄るとか、お宮本当に何者にゃ。そんなことより私もベルさんと一緒にお仕事したいし、協力してあげる。本当にゃ。うん、接客をしてるベルさん、私も見てみたいし。きたきたきた、オークにコンボ、シルに少年だにゃ。この勝負もらったにゃ。あの連中は放っておいて、
坊主、あんたは厨房に。ミヤお母さん、やっぱりベルさんは接客の仕事もした方がいいんじゃないかなって。ああ、どうしてだい。ベルさんは社会勉強のためにここでアルバイトをしたいって。だったら厨房の仕事だけじゃなく接客の仕事もした方がベルさんの希望には合う気がします。坊主、あんたはどうなんだい。いただいたお仕事を選ぶつもりはないんですけど、僕もできればいろいろな経験をしてみたいっていうか。さまざまなお客様と触れ合うことはきっといい経験になると思いますよ。ま、厨房も接客も人手は足りてないからね。坊主がやりたいっていうなら別に止めやしないよ。はい、ありがとうございます。頑張ります。ミヤお母さんの許しも出ましたし、ベルさん、改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。それじゃあベルさん、いきなりですけどお客様の注文をお任せしてもいいですか。はい。接客とは常に笑顔であれという難度の高いミッション。どうか慎重に。言って間違えただけでも取り返しがつかなくなります。そんなにですか。それはポンコツエルフな竜だけの話にゃ。それくらい誰でもやれるにゃ。ま、気張ってやるにゃ。おみゃの肩にはみゃたちの未来がかかってるにゃ。わかりました。店員さん。じゃあ行ってきます。注文いかがいたしますか。新人さん、どうしたの。変な顔して。にゃんだあれ、笑顔が引きつりまくってるにゃ。あれ、もしかして冒険者くんも竜と同類。緊張もあるんだろうけど人見知りしてるのかな。まあいいわ。何かおすすめのものとかあるかしら。おすすめですか。おすすめはこちらの大盛り海鮮サラダ、美容と健康にいいって女性に大人気なんですよ。あら、それじゃあそれにしようかしら。いつもありがとう店員さん。そっちの新人さんも頑張ってね。はい。頑張ります。最後まで緊張しっぱなしにゃ。おみゃどうしちゃったにゃ。いざお客さんを前にしたら急に頭が真っ白になっちゃって。接客ってこんなに難しいものだったんですね。だけどベルさん、いつも素敵な笑顔を見せてくれてるじゃないですか。そのままのベルさんを出せればいいだけだと思うんですけど。そうにゃ少年、おみゃはみゃの心をズキュンと打ち抜く最高の尻を持った大の子。自信を持って笑顔でお尻をフリフリ接客するといいにゃ。笑顔ってこういう感じでしょうか。ニコって。さっきよりおかしな顔になってるにゃ。そんな顔で近づいてきたら客がビビるにゃ。これドツボにはまっちゃってる感じがするね。考えれば考えるほどダメになるってやつ。あ、そうだ。それなら頭の中で親しい相手を思い浮かべて接客するのはどうですか。ええ、想像力を駆使した鍛錬と要領は同じですね。ただ親しい方を想像するという違いはありますが。はい、
つもそばにいる人、いつもそばにいる人。ベル君、ベル君。よし、神様が見える。あっちのお客様も。ベル君、こっちにも来ておくれよ。ほら、一緒に食べようぜ。ベル君は僕と一緒に遊ぶんだい。ほらほら、一緒にプールに行こうぜ。水着！ベルさん？すみません、つい想像が行き過ぎて。でも、なんとなくコツは分かった気がします。多分、これなら。お客様、注文はいかがなさいますか？そうだな、それじゃあこのシチューをもらおうかな。はい、了解しました。ミヤさん、牛肉のシチュー一つお願いします。いつもの眩しいベルさんスマイル、こんなに変わるんだ。ねえねえベル君、メニューを持ってきておくれよ。はい、何でもおっしゃってくださいね。お客様は神様ですから。覚醒したわね、少年。この時を待っていたわ。ごめんなさい、つい買いすぎちゃって。これくらい大丈夫です。でも野菜にお肉に小麦粉に、すごい量ですね。これだけ買っても一晩でなくなってしまうんですよ。これがですか？はい、冒険者様たちがペロリと。皆さんよく飲んで、よく食べて、よく笑って、見てるだけでこっちも元気になっちゃうんです。そういうのいいですね。とても大変そうですけど。そうですね、特に夜はダンジョン帰りの冒険者様が増えて大忙しで、アーニャやクロエなんかは毎日モンスターパーティーに遭遇しているようなブラックな環境だとよく言っています。モンスターパーティー、そんなにですか？心配ですか？はい、でも全力でやってみます。少しでもいい仕事ができるように、皆さんの力になれるように。ベルさんなら大丈夫ですよ。それじゃあ戻りましょうか、私たちの戦場に。お前たち、稼ぎ時だ。準備はいいかい？はい。モズ、あんたもぼんやりしてると腹をすかせたお客どもに取って食われちまうよ。頑張ります。それじゃあお店を開けますね。豊穣の女主人、夜の部開店です。あれ、ねえ、あのバカ猫2匹どこ行った？もしかしてあいつらサボりに。メシハルト！飢えた奥の群れ。おい、そこは俺の席だぞ。店を駆け回るシルちゃんがよく見える特等席なんだ。はあ、早い者勝ちでしょ。だいたいあの看板娘はあんたなんて眼中にないって。ドワーフならドワーフらしく厨房で働くミヤ母ちゃんでも見てな。てめえ、そういう態度を取るなら力ずくでお願いしたっていいんだぜ。いきなり物騒な雰囲気になってますけど。ここは飯を食らい酒を飲むところ。
それが宮川さんが定めた唯一絶対の法です。その法を破る者は。完全に伸びてる。こんなこといいんですか、リュウさん。そちらの方には今まで何度か忠告しています。その上で法を破ろうというのであれば仕方ありません。てめえ、よくも仲間をやりやがったな、ドラー。はぁ、開店早々仕事を増やさないでよ。入った。ルノアさん、一撃で。まだやりたいやつはいる？無双もございません。静かに食べます。すごい、リュウさんはともかく、ルノアさんまで。ミヤお母さんが出てきちゃうともっと大変なことになっちゃいますから。酒場の秩序を乱す者は客ではありません。冒険者が酒場を選ぶことができるように私たちも客を選ぶ、それだけです。そうそう、シルも言ってたけど、話がこじれて宮お母さんの耳に入った方が地獄になるんだから。むしろ私はあいつらの命を救ってあげたくらいだよ。感謝してほしいね。お前たち、何くっちゃべってるんだい？ごめんなさい、ごめんなさい。さっさと注文取ってきな。お客を待たすんじゃないよ。はい。酒をじゃんじゃん持ってきてくれ。到達回数更新の記念だ。派手にやらせてもらうぞ。あー、お腹減った。パスタにサラダにステーキ、早く持ってきて。もう満席に。クラネルさん、まずは第一波です。ここを乗り切らなければ先はありません。はい。ここでだ。シルバーバックが振り下ろした拳を正面から盾で跳ね返し、奴がよろめいている間に喉元に一撃。俺の活躍がパーティーを救ったってわけ。いやー、そろそろランクアップも近いんじゃないか。その話3回目なんだけど。それより喉が渇いちゃった。はいはい、店員さん、こっちにエール2つ持ってきてくれ。こっちにはドドバスの揚げ物一つ。あ、あとパスタとサラダにステーキもよろしく。モンスターパーティーみたいな注文の波。それに、おい、こんな料理は頼んでないぞ。いや、お母さんが、あんたもひょろっちいからがっつり食べて体を作り直しなって。とっても美味しいんですよ、それ。あの、ダメですか？いや、シルちゃんにそんな顔されたら黒だって白くなるさ。いただきます。はい。3秒であちらの席を片付けます。ルナは待っているお客様の中へ。はい、慌ててお皿割らないでよ。ベルさん、どうしました？あ、すいません、
皆さんの働きっぷりが歴戦の冒険者みたいというかすごくて。おい坊主、酒だ酒。嫁さんの嫌味も子供の冷たい目も全部忘れさせてくれる強い酒を持ってきてくれ。想像力。ベル君、僕はもう疲れちゃったよ。はい、それならこの果実酒はいかがですか。とっても美味しいってシルさんが言ってました。じゃあそれにするよ。わかりました。それじゃあお次しますね。うん、ありがとう。いい匂いだし、とっても美味しいな。よかったです。あ、寒くないですか。今膝掛けを持ってきますね。それで僕だって僕なりに仕事頑張ってるのに、みんな分かってくれないんだ。くす。大変ですね。でも僕は最後まで神様の味方ですから、いつでも頼ってください。こんな親身になって聞いてくれて、君は本当に優しい子だね。君はてめえ、いつまでそいつと話してやがる。こっちの注文はいつ取りに来るんだバカ野郎。え、なんで神様そんな乱暴な話し方。あれ、いや違う、あそこにいるのは。口が悪いのは生まれつきだ。はったうっそ、とっとと頼んだもんを持ってきやがれこの野郎。やめろ。この小僧はな、本当の家族みたいに親身に話を聞いてくれて。神様じゃない。このお豆のスープもちょうだい。それとパスタとサラダにステーキも。今日は限界まで行くわよ。デイさん、こっちにもおかわり頼む。いよいよ手が回らなくなってきましたね。バカ猫2匹が抜けた穴はでかいね。もう帰ってきたらただじゃ置かないからな。これ僕がトロトロやってたせいで。急いで料理持ってこないと。頼まれてた料理はこれとこれとこれで。あ、はい、すぐに。ごめんなさい、せっかくの料理を。落ち着いてください、大丈夫ですよ。え、はあ、こっちの料理は無事に受け止めたよ。リュウ、そっちは。問題ありません、こちらの料理も無事です。飛んでった料理全部受け止めやがった。どんなとんでも大道芸だよ。いいもの見せてもらった。これだから北条の女主人はやめられないんだ。ユウさん、ルノアさん、ベルさんのことは私たちみんなで支えますから、気負わず落ち着いて働いてください。新人の時のリュウなんてもっとひどかったし、可愛いもんだよ冒険者くんなんて。今でこそマシになったけど、何枚お皿を割って宮お母さんにどやされたか。そうだね、
野菜の皮むき一つできなかったり、接客でお客様怖がらせちゃったり。今は思い出話をしている時ではありません。早く立て直しを。まあそうだね、さっさと料理を運びますか。あ、僕も。クラニーさん、今のこの状況、とめどないモンスターパーティーに遭遇した時、あなたならどう動きますか。追い込まれた時こそ冷静になって最善を探る。できることを探してそれに集中します。ええ、ならば周囲を観察して。もっと話を聞いてくれ。まとめて相手にすることはできません。一体一体かっこ撃破して相手の戦力を削る。削り切れそうですか。いえ、今の僕じゃ力不足です。正面から向かっていってもかないこない。ならば取るべき手は撤退ですが、この状況で仲間を見捨てての撤退なんて。指示をください。僕は何をすれば皆さんのお役に立てますか。ねえ、ルーキーであることを認める。経験豊かな仲間を信じる。それが最善手です。頼ってくれて嬉しいです。そうですね、ベルさんの良さを生かした方法。あ、私いいこと思いついちゃいました。ただベルさんは嫌がるかもしれません。いえ、何でもします。北条の女主人のお役に立ちたいんです。何でもって言っちゃいましたね。後戻りはできませんよ。もちろんです、シルさん、お願いします。ほら、もう逃げられませんよ。今夜は楽しい夜になりそうですね。さあ、ベルさん、表へどうぞ。でも、こんな姿で人前になって。ベルさん、何でもするって言いましたよね。そうですけど。はい、行っちゃいますよ。あのいらっしゃいませ、お客様。どうぞゆっくりくつろいでいってください。おお、何これ、何これ、何これ。ちょ、何、とんでもない騒ぎになってるけど。萌えあるところに神々あり。私たちの嗅覚をなめるなよ、ベルキュン。てか、どっから入ってきたのさ。神様たちが次々に流れ込んできてるけど。いえ、神々だけではないようです。え、男の子だ。メイドの格好なんかしやがって。クソ、悪くねえじゃねえか。
バカ野郎。嘘でしょ、さっきまであんな荒れてた客たちまで。とにかく今が好機です。お客が落ち着いているうちに店を回します。わかった。あのお客様、ご注文はいかがなさいますか。お客様すまねえ、エールを一つ。あ、かしこまりました。注文が混み合ってますので少々お待ちくださいね。待つ、いくらでも待つぜ。だから絶対あんたが持ってきてくれよな。はい。くぅ、ベルキュンかわいいね。こっちにはこの店で一番高いワインを持ってきてくれ。こっちにもお願い。オラリオで新たに生まれた新世代の可愛いに乾杯よ。はーい、ベルさん、こちらのテーブルにも注文いただきました。珍しいものも見られたし、お腹もいっぱいだし、本当に幸せ。ありがとね。こちらこそありがとうございました。またいらしてくださいね。いろいろありましたが、なんとか営業終了ですね。ベルさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。あの、いろいろご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。冒険者くんが気にすることじゃないって。そもそもバカ猫2匹がサボらなきゃあそこまで忙しくなってなかったんだし、体張って手伝ってくれた君には感謝しかないって。ええ、あの姿は少々驚かされましたが、クラネルさんのおかげで荒んでいた店の空気が一気に吹き飛びましたね。おかげでなんとかなったし、ありがとうございました。ベルさん、お役に立てたならよかったです。いや、思い出しただけで顔から火が出そうですけどごめんなさい。でもとっても可愛かったですよ。シルさん。それで北条の女主人での職業体験はいかがでしたか。なんていうか、感動しました。皆さんすごい技術と発想を持ってて、それを全てお客さんたちが楽しむためだけに投じているというか、これが仕事なんだって、ただただすごいって。男の子はどこにゃー。わあ、白髪頭まだいるにゃ。でもいつもの格好にゃ。みんなが話してたメイド姿はどこに行ったにゃ。あんたたち、どこ行ってたのさ。こっちは大変だったんだから。そんなことはどうでもいいにゃ。それよりなんか面白いことがあったって噂になってたにゃ。そうにゃ、少年がメイド姿で萌え萌えキュンってお尻フリフリしてるって聞いたにゃ。してませんから。ビジリボーイのそんなレアな格好を見逃すにゃって。こっち来るにゃ、もう一度見せるにゃ。ちょ、引っ張らないで。そうにゃそうにゃ、ミャーたちにも面白を見せるにゃ。このアホンダだ。今までどこほっつき歩いてたんだい。ほら、坊主。ああ、いい。今日の給金だよ。え？さっさと受け取りな。あんたが働いた分だ。どうですか？
冒険者様の報酬じゃなくて、働いて手にしたお給金は。重いです。重いですけど嬉しいです。今日やったことが皆さんのお役に立てたって思えて。そんな大げさなもんじゃないよ。今日一日店の一員としてあんたが働いた対価ってだけさね。胸張って受け取りな。はい。